下着が地味そうな先輩。下着が地味そう。誰ですかね。地味そう。でもジャージで着てますからね、カオタンさん。そうね。地味。どこやった。わかりなさそう。わかりなさそう。意外となんかちゃんとしてる。あ、なるほどね。本当？ビキニとか。ビキニ。ティーバック？ティーバック。そう、私布派だよ。言っとく。麺パン派。しっかり派だよね。しっかり。あのテカテカ嫌なの。何が？わかりなさそう。サテンみたいな。あ、私も一緒。テカテカ嫌な。テカテカ。うん。布がいい。そう、布がいい。え、麺って、面積が広めがいい。布。布で。子供の頃のやつみたいな。あ、やだ。子供の頃のって言うってことは、大人パンツだ。あ、もうね、そう。え、だってあれって。あー、どんなパンツを履いてるんだよ。あー、そうじゃん。え、だってさ、片肌で。一個質問いいですか？はい、どうぞ。そう、布のパンツの場合は、上とセットがあるんですか？ないです。バラってことですか？え、自分で買ったじゃない。だって別に誰にも見せないもん。そうなの。見せないけど、上下は一緒。テンションの問題だよね。うん、そう、なんかさ、持ってる時の。そう。下着自体がさ、フリフリしてて可愛いじゃないですか。可愛い、そうそう、そういうの集めたんだ。持ってないんだけど、フリフリ。邪魔じゃん、フリフリ。そう、だしさ、通気性が悪いよ。やっぱテカテカはね、ちょっとね、無理。別にテカテカではないですよ。テカテカではないけど。可愛い、あの、男の人が想像してるパンツの形。普通のこういうやつ。普通のね。水着と同じ感想。それは全然あるよ。レースだったりとか。え、上下じゃ違うんですか、いつも。え、上下一緒だけど、あの、公演の時とかって、ベージュの。ああ、そうね。歴史の。オールあれ。え、上下揃えますか、ベージュ。上下は揃ってるけど、あの、形しか持ってる。あの、もう、フリフリなんてない。最近あれ、あの、ブラがついてる、あのやつ。ダメだ。何ですか、ブラトップみたいな。ああ、じゃあ、CM とかでもやってるね。ノーブラってこと？まあ、ほぼノーブラですよ。無理だよ。そうだよ。そう。ブラをするほど物がないから、ほぼキャミってことですよ。なんかついとったら大丈夫。キャミはないかじゃないよ。プラス、あの、キャラクターものの、あの、3個パック。え、キャラクターもの？3個パックの。パンツ。3個で1000円。パイナップルとリンゴみたいな感じで。いいね。私そういうパンツが好きでも。いや、意外と。系の。じゃあ、え、待って、ダンスは何なの？あかりんと。え、私こっちサイドです。こっちサイド。え、嘘！え、まさちゃんと。え、カデカ？あかりんサイド。なんで？なんで？上下揃いたい派なの？上下、あの、劇場公演の時以外は絶対揃ってます。仕事で透けちゃうかもっていう被害は揃ってる。なんで？やばいね。意外と私は。なんで私のこと見て笑うの？何笑いですか？意外です。意外です。あ、みおりんが？みんなです。えぇ、なんで？ボクサーとか、大家さんが真っ赤とか真っ黒の、もうなんかセクシーなやつ着てる。意外とそういうイメージなんですね、この。今日の千代りとお揃いのスポーツブラみたいなやつ。私も超やばい。しかも微妙やしな。やめてください、ちょっと。めっちゃ見てる。やめてさ、全然見てる。でもちょっと見てて。全然、トランプさん。トランプさん。ただの、何でも可愛い柄はあったよ。本当？うん、可愛い柄はあった。何やもん、これ。安いやつだよ。なんなら今日決めますか、もう。じゃあでも誰が？でも10枚やわ、じゃあ。そうですよ。3人のどれか。3個パック結構衝撃よ。じゃあ、じゃあ、キャラクターついてるから可愛いかもしれない。え、マジで？レイジブラはこの仕事してて、ありがちだし、しょうがないよ。しょうがないから、夢を守るためだから。ここがここです。で、でも、想像よりも、私見せたもん。見せたよ。あ、でも、確かに今日は無地です、全部。はい。私、一番地味だと思う、多分。え、ちなみに、3個パックはでもやばい。今日はでも、あれ、あのね、ユニクロ。両方ユニクロ。私もだよ。無地だ。私も無地な感じ。ユニクロのは確かに入れていいじゃあ、いきますか。肌にいいよ。せーので。はい。せーの、みおりんですよねっていう。同じ感じでみおりんです。あれ全然合ってないけど。3個パックやばいね。3個パック。ちょうどいいですよ、子供用が、本当に。もうやばいね、23歳。そんな、地味なメンバー1位ですね。一部のマニアックがすごく喜んでるよ、多分。確かに。聞こえますね。スピーチをお願いいたします。ありがとうございます。あの、
そうですね、下着が一番地味な小選挙第1位ということで、自分としてはすごく自信があった本当にものだったんで、こうして1位を取れることができて、本当にやっぱ私の魅力ってここだなって本当に再確認できました。これからもやっぱりユニクロラブ、そしてあのキャラクターパンツラブでいきたいと思いますので、皆さん変わらず応援を本当によろしくお願いします。ありがとうございました。でもミュウリンがテカテカパンツ履いてたらショックだもん、うん、私やっぱ、まあ、確かにクマさんみたいの履いててほしい、やっぱでもイチゴぐらいは履いててほしかったなっていう、今日は無地だったからね、ちょっとね、やっぱしょうがないですね、しかもちょっと肌色に近いやつだったし、自分では今日はやばいと思いました。下着にこだわりない子って言うんだね。女の子ってね、結構好きな子多いですもんね、うん、ある意味こだわりありますよ、まあ、確かにそうだよね、私もメンズだったけど強いこだわりそれぞれだね確かにね。じゃあ次にね、行きますかね、佐賀県の君